よしさん、よしさん、よしさん、中毒ですよ。いや、よしさんの動画ね、見た、こっちの方に、なんかその、関連動画あるじゃないですか。全部令和新選組。再生数 4.1 万、26万、23万、7.8 万、43万、16万。これ、令和新選組の動画って、10万再生、20万再生が、もう、数百本に及ぶんですね。で、話してる内容ってほとんど一緒なんですよ。でも、山本太郎さんのあの滑らかな口ぶりとかね、時に情に訴え、時に理論的に、時に、もう、自分の思考とは相反する、え、そうだったのみたいなびっくりする言い方とかね。本当になんか、役者の下地があったとしても、これは魂が喋らさないとできないことだと思います。台本ないでね。役者の時は台本があって演出があったりとかしたけども、今は BGM もないしね、シーンの切り替えもないし、カチンコもないし、すごいですね。中毒ですよ。山本太郎中毒。それでね、中毒といえば、薬物はなぜね、非合法で、タバコや酒は合法なのか。それは、税金でしょうね。国が管轄して、タバコも酒も相当な税金を吸い上げることができて、その吸い上げた税金で、いろんな中間団体がタダで飯を食っていられるっていう、その図式があるからでしょうね。で、薬物ってのは、厚生労働省がピンハネすることもできないし、医師会がピンハネもできないし、全部、こう、国にうまみがないんですよね。で、そういう薬物が売れると、今度中毒性のある別のタバコや酒が売れなくなるから困るんでしょうね。だからライバル関係になるんですよ。だからその、あさってあるじゃないですか。大麻。大麻ね。大麻が、また再び国営になるかもしれないですよね。大麻合法化によって。で、カジノも今度大阪で始まるみたいですけども、あれも国が、そして地域が、税金を吸い上げることができて、吸い上げてる税金で、ただ飯食らう人が、利権が発生するから、合法なんですけども、闇カジノっていうのは、税金が全く落ちないんですよね。だから、いくら国民が、福利厚生楽しくやっても、国が美味しくないから、ピンハネするみたいな。でも厳密に考えると、闇カジノだって、どっかのテナント借りてるわけだし、で、そこに家賃が落ちてるし、家賃が落ちて、その一部が税金になってるから、恩恵あるんじゃないかと思うんですけどね。まあ中毒もあるけど、私はまあ自分の人生中毒ですね。自分の人生がすごい好きと。ナルシスト言ってんじゃねえよって言うかもしれないけども、自分の人生が大好きになれるような人生を送れるってなんか言うことね、結構いいと思いますけどね。自慢したいぐらいの人生を送ってるみたいなね。まあ大した人生じゃないかもしれませんけど、誰かと比べるものじゃないしね。自分がどう感じるかなんで、全ては。全ては自分がどう感じるか。あなた、どう感じてるでしょうか。いってらっしゃい。